だから柱である。あ、はい。のんびり見て回りませんか？のんびり見て回るか。とうとう上位に柱である私が来た。お弁当も食べずにね。今回は笛、いやいつも笛ですけど、今回は笛の使うちというものをね、私は覚えてきた。そう、この使うちを覚え、かつゾラマグダラオス撃退に際し迷子。ここは一体、あ、こっちだ。使うちを覚え、上位の武器となった私がここにやってきた理由、そう、圧倒的その力を諸君たちに見せるためといったとこでしょうか。さあ、確かこの辺だったのでは。敵はこの辺でプケプケがいた気がするぜ。どこです？この辺りにプケプケの香りが、はっ、痕跡を追っかけるべきだったのでは。まさか、この私がそんな初歩的なミスを。どこです？僕は一体どこに。まさか、これは幻覚？見つけた。あれ、これ本当にリオレイヤの痕跡ですかね？やっと見つけたけど、あれ、ここの敵なんだっけ？あれ、この痕跡は確か、あれ、これ何戦うの？何と戦うの？あ、あ、そうだ、プケプケだったな。なんだか様子が変ですね。こいつが初めての上位モンスターというわけだ。じゃあ戦わせてもらいましょうか。くらえ、自分強化をまずは行っていく。ここからよ、ここから私は使うちという技を覚えたということを皆に伝えた。ちょっと待って、実践使うち。あ、なんと使うちはその使うち短いモーション1個で音色を1個使えてしまうっていう、そういうもの技。つまりこの後の攻撃で使うちを打てば、それだけで自分強化が来ちゃうんです。まずでも傷をつけたりとか笛ってめっちゃ忙しいな、そう考えると。待ってください、待って、プケプケさん待ってください、ちょっと待ってください。プケプケ、私は、あ、いって、おい、なんでベロですかね。私は、あ、怒ってる、怒ってますね、怒ってるか。傷をつけていく。素晴らしい、素晴らしいぞ、上位武器の火力。私は貴様に傷をつけていくんだ。傷をつけた後にゆっくりと演奏をさせていただきたい。ゆっくりと演奏させます。ゆっくり、ちょっと待ってください。うお、よし、今です。どこかわからないが傷をつけていくとしようか。さあプケプケさん、私の演奏を聞きなよ。来てる。ここから演奏攻撃というのが、これが実は結構な火力があるという話を私は聞いています。私の歌で眠ってしまったようだな。一体何で攻撃すればダメージが出るのか、これかな。そんなことはなかった。くらえ、演奏、自己嫌悪ではなく自己演奏、これの使を打ちたい。これのちょっ、ま、早い、展開が。展開が早いよ、お主。展開が早いんだ。自己強化即。あれ、俺つけてなかったっけ？自己強化即つけたと思うんだけど、自己強化即こそ、回避性能アップと自己強化即こそが、ソロでつけられる相当に強い。この2つをつけていきたいな。2つをつけていきたい。こうやろ？こうや。こう、これだ、これ。さらに、回復もついているので、全部を、おらよ！これだ！おらよ！こういうことかな？おらよ！これが強いのかなこれが強いのかなお、この超音波の出る攻撃が強いって聞いたんだけど、これが強いのかな。ほらよ！いいダメージが入っていますね。そして自己強化も入っていますよ。これ、起点でな。うお、すごいぜ。上位とはいえ、私の敵とは、なりえんな。ちょっと待って。どうすい、ちょっと待って。一個一個のモーションが長いから。だからこそ、柱である。よし。だからこそ、柱である。これだ。これが多分火力高い。柱である。私が来た。柱である。まだ上位のプケプケでは私の足を止めるには足りんようだな。違う。このあれ。お前疲れてんだからぶっ飛びなさい。あれ。ちょっと待って。待ってくださいね。うん、疲れてるの分かる。ちょっと待ってくれ。うん、分かるか？おい、ちょっと待ってくれ。ちょっと待ってってば。おいぷかぷかさんが、しかしよ、見ていただけたか。この私の圧倒的笛の実力アップ力をよ。まあ、ここでもね、もう一個ワンチャン見せていこうかな。まず、この、はい、この、使う打ちをしていきたい。この後使う打ちをしないと自己強化ができないんだよ。この後はでも自己強化もう入ってるから、あとは演奏するだけ。演奏していくスタイルで、これよ。これか、難しいねこの演奏攻撃の攻撃パターンを変えるの難しいね。はい。これでもただ、衝撃波が出るやつ、めっちゃよろけんね。あら、お疲れ様です。だいぶ、私もこの笛を使えるようになってきたようだ。上限の笛になるのも、間もなくといったとこでしょうか。まあ、最近ね、なんか喋りながらの適当な、なりきりドラマみたいなやつばっかやってたから、ちょっとたまにはまともに戦ってな。笛、あくまでこれ今回俺、笛練習するためのもんだから。笛を練習するために、私は来たから。よし。確かに私は、今強くなっている。